どうも皆さんこんにちは、簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もこのウクレレを使いましていろいろな曲に挑戦してみましょう。さあ皆さん音楽始めよう。今回のテーマソングは元気モリモリのやつです。クレヨンしんちゃんのアニメで一番有名な曲でございます。はい、オラは人気者。こちらをこのウクレレでガズレレバージョンでやってみようと思います。これいつものように2バージョンやるんですけど、最初にやる初心者さん向けバージョンは入門コード4つでできます。よろしくお願いします。はい、今も言ったんですけど2バージョンやるんですよ。最初は初心者さん向け超シンプル簡単バージョン。これね、もうキッズと一緒にすぐ始められるやつなんで、もうやりましょう。音楽聴くよりやる方がいいですからね。はい、で後半はですね、かっこいいバージョンなんですけど、これがまたですね、もうすごいロックンロールで、まあ疾走感バリバリの、やってみたらわかりますけど、かなり深いですからね。後半のかっこいいバージョンももう盛りだくさんになってます。2バージョン最後まで見てください。はい、皆さん音楽始めましょう。聞くのもいいけどね、やる方がもっと最高。でも音楽やろうと思ったんだけど、私は不器用でちょっと無理っぽいとか、昔楽器にチャレンジしたんだけどね、私はダメだったという方多いんですけど、今ご覧になってるガズレレ方式で音楽始めたらあっという間です。ウクレレだったらもうほんとすぐできますから。このガズレレでですね、楽器触ったことない方もあれよあれよとできちゃうプログラムがあります。そのプログラムをみんな見ていただいて、 YouTube ですよ、もちろん。それね、世界中の方がもう何万人もね始めてるんですよ。皆さんも続いてください。もうちょっとしたらこのリンクあります。このリンク先を飛んでもらって、上から順番に動画見ているだけで、動画見てウクレレ触ってるだけでもうすぐできますからね。はい、やってみましょう。じゃあ、いってらっしゃい。クリック、いってらっしゃい。そこには今までガズが取りためたありとあらゆる音楽ジャンルの曲がウクレレで超簡単に弾けるようにしているレッスン動画として1200曲、もうすでにアップロードされております。最新 J-POP、定番 J-POP、昭和の夏メロ、歌謡曲、アニメソング、洋楽、ハワイアン、アニメソング、映画の曲、もう何でもかんでもやってます。今日のアニメソングみたいな曲もいっぱいありますからね。はい、これから音楽はやる時代。しかもこの時間がある時期、はい、始めましょう。それでは早速やってみましょう。クレヨンしんちゃんのテーマソングで、オラは人気者。コード4つバージョン、初心者向けからやってみます。ワン、ツー、スリー、フォー。パニック、パニック、パニック、みんなが、任せておくれよ。3にも4にも押しかかエンジン。Come on baby, come on baby, 玉ねぎ食べれる。そんな目して見つめちゃってるよ、ゾウさん。ゾウさ、オラは人気者。パニック、パニック、パニック、みんなが慌ててる。オラはすごいぞ、天才的だぞ、将来楽しみだ。せーの、じゃじゃん。
A4 しんちゃんのオラは人気者、ガズレレ流シンプル簡単バージョンやっていました。最初に見ましたけど、入門コード4つ、この入門コード4つはウクレレ始めた日にその日に覚えるやつなんで、ぜひ皆さん取り組んでみましょう。はい、今のはですね、ガズレレオリジナルショートカットバージョンです。長さは、曲の長さは短くなってますが、2番とかフルでやってみたい方、どんどんコード進行一緒ですから、2番の歌詞書き足してご自分だけでオリジナルのこう楽を書き出してください。で、今ね、動画と一緒、 YouTube の動画と一緒にできた方は、それでもやっぱ自分の紙に書いてご自身だけで演奏できるようにしましょうね。もうお子さんと一緒に歌うとかもこれ最高ですからね。はい、その時の参考になるように私のノートを見ていただきます。はい、ここがまず一番とかサビなんですよね。これがね、これが一応サビになってます。これがね、もう元気モリモリのやつですよ。あ、じゃあちょっと一応言っとくと、ここね、サビ1って最初やって最後にまた繰り返しに戻ってきます。その時にこの2に戻ってきた時は2の歌詞、最初は1の歌詞になってますからね。この辺はテロップで確認してもらった方が、動画内のテロップで確認してもらった方がいいかもしれないです。これがまずサビ1です。で、いつも言ってるんですけど、この下にくるっと囲ってるやつは後半やるかっこいいバージョンで使ってるコードなんで、今は F でやったところ、ここ後半のかっこいいバージョンでは Dm というコードを使いますというふうに覚えておいてください。はい、それであとここに下にタカタカタカとかなんかいろいろ書いてある、これはね、後半のかっこいいバージョンでキメを入れますよということになってますんでね。はい、やってみましょう。大丈夫かな。はい、はい、そしてここが A メロ B メロになってますね。この A メロ B メロの歌詞がね、まあもう本当にクレヨンしんちゃんらしいというかですね、ナンパをするなら俺に任せよね、すごいでしょ。だって俺ね、カモンベイビー、俺玉ねぎ食べれるんだからさとか、もう本当にね、なんとも言えないです。はいね、ここで D7 が出てきますね。ここ D7。はい。で、ここ。まあ、サビとほぼ一緒なんですけど、これやって。で、またさっきも言ったんですけど、この上のサビに戻ったということの構成になっております。で、コードの解説していきます。さっきも言ったんですけど、見てこれ。今日出てくるのは、今のシンプル簡単バージョン、CAM の FG7。やった、これはですね、ウクレレを始めた人がですね、その日に覚える。超絶入門コードということでございます。この4つはもう、バッチグーでしょう。はい。さっきのね、ウクレレ初心者の方、ここクリックって言ったところでも、まずこの4つから始まりますから、これ。これはね、もうほんとウクレレデビューにもってこいですよ。ゆっくりやればね。はい、今みたいに。で、ちょっと流れなんですけど、この、これからやる後半のかっこいいバージョンので出てくるコードも今紹介するんですけど、Dm と D7 というコードがこれに追加されますが、もう言うてもね、これもね、入門コードのグループなんですよ。これ。で、すべて入門コードって書いてあるでしょ。で、これね、結局今日はね、これが4つバージョンでシンプル簡単ができた方は、こっちのコードを使ってね、すぐできると思いますけど、この今6個のコード、これすべてこれになってます。ドン！ガズレレ必須コード。必須って書いてあるでしょ。必ず覚えた方がいいよということでございます。音楽やる上ではコードといってですね、こういう音の要素になるようなものをこう覚えないといけないんですけど、これがですね、星の数ほどあるんですよ。とてもじゃないけど、そんなね、もう何百万なんてあるわけだから、もう覚えられないと思うんですけど、はい、大丈夫です。安心してください。まず皆さん、ウクレレで音楽始めようと思った皆さんは、ウクレレにとってめちゃくちゃ役に立って仲良しで助けてくれる、ほんと夢のようなコードのグループがあるんですよ。ウクレレにとってですよ。他のピアノとかギターでは全然、そういう意味ではないんですけど、なんか簡単に抑えられるっていうコードがあります。夢のようなコード。それがこのガズレレ必須コード。私が勝手に名付けてるんですけどね。ね、グループですから、いくつかあります。いくつあるかというと、10個 !10 個もあんのかいと思うかもしれませんけど、1個ずつ見たら、これも1個のコード。これも1個のコード。こんな風に簡単。ただしね、10個いっぺんに覚えようと思った時には、ちょっとコツが必要です。そのコツを、私が動画で解説してます。ここにリンク貼っておきますんで、この10個のガズレレ必須コードはこの動画で覚えると、すっかすっかすっかすかじゃねえな、スイスイ頭に入りますんで、ぜひこの動画で楽しく覚えちゃいましょう。今日10個のうちの今日は6個出てきますんでね。はい、そういうわけで、じゃあかっこいいバージョンのコードの解説もそのガズレレ必須コードの中でも終わったというふうにしていきたいと思います。じゃあここからかっこいいバージョン、今日のかっこいいバージョンはですね、舐めてはいけません。これは相当難しいというか、かっこいいっていうか、もう結構この曲ロックンロールなんですよ。まず全体的なリズムとしては、これドン8ビートのチャで、もう駆け抜けるようにもうロックの勢いを出したいと思います。こんな感じ、パニックパニックパニック、みんなが慌ててる、ぐいぐい前に行く感じ。もうクレヨンしんちゃんもうだってバーッと突き進んじゃう、あのイメージですよ。あのイメージ8ビートのチャで行きたいと思います。この8ビートのチャの弾き方、ここにリンク貼っておきます。このリンク先はウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレのホームページの1枚で、その中から8ビートのチというチャという動画を見ながら、動画この弾き方をマスターしてみましょう。ちなみにですね、このストロークっていうのをやったことない方は、8ビートのチャの前に8ビートという超基本のストロークがありますね。それをやってから8ビートのチャがいいと思います。ちょっと一応見本見せると、普通の8ビートは、8ビートのチャは、
このチャ、これがダガドンタトスタン、ドラムっぽい感じを出して疾走感より高まるということで、楽しんでやってみてください。それでは曲の中でこう解説していきます。こういう感じでこうダーッと上がって、ここ D マイナーに変わりますからね。ここはさっきも言いましたけど、そしてここ見てください。はい、おあとお、おバカな一日元気だぞー。ここのとこで、タカ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 って、これは、チャを入れずに、ダダダダダダダってことです。もう全部オープンで弾いて、ここ、ツタタタタ、止めたいです。ツはチャですね。ちょっとここやってみましょうか。ワン、ツー、スリー。おバカな一日元気だぞー。オープンで弾いて、ツタダダダ、ナンパーをというふうに、ツタダダダ、これです。ダダダですからね。はい、ちょっとテロップ見ながらもう一回。おバカな一日元気だぞ、ダダ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 、チャタタタタ、止まる。ここ決めていきましょう。はい、次の箇所、次の箇所は、ここですね。まあそれもちょっと似たような感じなんですけど、この B メロのここですね。ゾウさん、ゾウさんのところ、ここは結構深いです。ゾウさん、ゾウさんのところで、ダッダダ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 ダっていう、あのこれをカッティングで入れて、ちょっとやってみよう。ワン、ツー、スリー、フォー。そんな目して見つめちゃってるよ、ゾウさん、ゾウさん。わかった？ダッダッダダダッダダダダッダダ。はい、ここが結構ね、歌いながらやると難しい。そんな目して見つめちゃってるよ、ゾウさん、ゾウさん。ダッダッダダダッダダダダッダダ。その次、その次もね、来てるんですよ。オラは、オラは人気者のところ見てください。C から A マイナー行って、その次、この矢印書いてある。G7。この矢印が、これがね、出てきます。この矢印マークは、シンコペーションといって、リズムが前にスコーンと食い込んでくるやつなんですよ。ちょっとここやってみましょうか。ゾウさん、ゾウさん、オラは人気者だーん。G7 で、じゃ、C から A マイナーです。ダーン。G7 が前にスコーンと食い込んできた。ここが欧州ですから、もう一回そこの、そんな目して見つめちゃってる。ここ、ズコーンとくる。シンコペーションマーク。もう、ここはもう畳みかけるようにきますからね。はい。はい、次。その後はですね、この、パニック、パニックに一回戻るんですけど、ここもね、将来楽しみなとこ。オーラはすごいぞ、天才的だぞ。ここで、ダー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 、ツター。また、矢印マーク来てるよ。ダー、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 ダッタン。ここは C の前で矢印マーク。ちょっとテロップを出しておきます。またこのシンコペーションマーク出てきます。オーラはすごいぞ、天才的だぞ。将来楽しみだ。次も、スタタタタタタタ。はい。チャタタタタ。さっきの方出てきたような感じ。あ、というわけで結構これ、大盛りになっております。はい。リズムのキメが多いんですけど、まあもちろんこれキメをやらなければ8ビートのチャンでずっとでもかっこいいと思うんですけど、ちょっとこうメリハリ。こう、いろいろおかずが入るとですね。こう元気な勢いでも、新茶っぽさが出ると思いますんで、はい、盛りだくさんですけれども、ちょっとパートパートで、チャレンジしてみて、あ、ここやってみたいなというところだけでも練習してみるといいかもしれません。こうシンコペーションマークが出てくるところで言葉とリンクしてるんで、この辺がまた面白いところだと思います。さあ、この曲はですね、やっぱりもう元気もりもりでやりたい。まあ、変な話だけど、キッズでね、もう大食い声でやるときにはもう決めとか、あんまりあれなかもしれないんですけど、まあまあ、その、時と場合、TBO に合わせてこう弾き方も変えたりなんかしてですね、やってみるのがいいと思います。あのかっこいいバージョンはね、本当なんつうの、まあ僕のロック魂を結構刺激しちゃったんで、まあこんな感じで、かっこいいバージョンはやってみようと思います。じゃあ行きましょう。クレヨンしんちゃんのオラは人気者ガズレレ流かっこいいバージョンやってみる。ワン、ツー、ワン、ツー、スリー。パニック、パニック、パニック、みんなが慌てて。Oh,
パワフルパワフル全開な網さえおバカな一日元気だぞしのすけ、せーの、クレヨンしんちゃんのオラは人気者ガズレレ流かっこいいバージョンやってみました。どうですかこの疾走感、もうしんちゃんがブワーッとこう走り回ってるようなそんなイメージで元気もりもりで笑顔たっぷりで、これねもう家族でやりましょう。ほら音楽いや聞くのいいけどやっぱやるのは楽しい、これで実感してください。はい、まあ子供キッズとかね、あの先輩と一緒にこのコード4つでできるバージョンとこのかっこいいバージョン合わせたりとかアンサンブルでも楽しめると思いますんで、はい、音楽やりましょう。こんな時だからこそ音楽で楽しい、そんな時間大切になると思います。ガズレレ YouTube チャンネルご活用ください。いいねやらチャンネル登録ぜひお願いいたします。はい、じゃあガズレレ情報ですけど、本日5月4日にちょっと事前にお知らせしましたウェビナーというやつがありますね。ご参加される方、後でちょっと楽しみましょうね。300人ほどのねあの参加になりまして、5月あでねこのイベントでね5月4日はちょっとお試しなんで、本番は5月10日の14時からこれ有料イベントですけど、もうとっておきの企画があります。このウクレレプレゼント企画もありますからね、皆さんぜひあの5月10日の14時から開けといてください。オンラインでお会いしましょう。はい、あとその今の続きでこのウクレレなんですけど、今現在です予約注文もう完売してるんですけど、もうちょっとでまた事前予約販売が受付できるようになります。ウクレレのことの情報はですねここにリンクがあってきます。ここに登録しておいてもらうと、ウクレレ入荷した時に皆さんの方にメッセージがいって、いついつ入荷しますんでご予約できますというような、メッセージがいくんで、ぜひご登録、言えてない、ご登録お願いいたします。あとですねガズレいろんなグッズあります。見てこの T シャツがね今いいんですよ。オンラインでやるときにこのこしれって T シャツ着てるとか、キャップねこれもいいですよ。あとはこのストラップだ、このハニーが作ってる、これ手作りハンドメイドストラップ、これすごくあのいろんなカラーがあってですね、もうバリエーション豊かです。これ毛糸でねできてすごくソフトなんでね、とってもいいですよ。あとはこのガズレでプロデュースしてるとか、私がデザインしてるこのリュックサック、これがコンサートウクレレが入るあのリュックサックなんですけど、ここにハンドルがついてて、もちろん横持ちもできます。でコンサートウクレレが入るんですけど、スペースがいっぱいあるんで、出張の時なんかもこう詰められたりとか、まあ本当ただの大きいバッグとしても使えるし、ちっちゃいポーチが2つセパレートついてるんで、いろんな使い方できます。これもうちょっとしたらねこれ持ってお出かけしましょう。その時まで用意しといて、はい、よろしくお願いします。そんなようなグッズの情報と、あとは、ね、アプリだ、アプリがね今リニューアルして1曲ずつダウンロードできたりとか、メトロノーム機能がついてパワーアップしてますんで、ぜひ皆さんのスマホにダウンロードしておいてください。これ随時ね曲も増やしていくし、だんだん発展していきますからね。すべてのことをガズレレ .com に書いてありますので、ぜひガズレレ .com を見に行ってください。私毎日ブログも書いてますので、そっちもお楽しみにください。あとはですねこの2冊の本、リットミュージック社から出てるこのヒーローと緑の2冊の本、これ累計5万部に迫る大ヒット商品になってますけど、なぜこんなにヒットしてるかというと、簡単楽しい楽ちん、これがポイントになってます。これの第3弾がもう今予約開始になってます。この赤い本ですけど、6月18日に発売開始、今 Amazon などで予約注文を受け付けております。こちらの方もすぐ多大なご予約をいただいておりまして、皆さんありがとうございます。こういうのいろんなことをねご活用していただいて、このガズレレ YouTube もぜひぜひあの皆さんシェアしてもらってね、笑顔を増やしていきましょう。こんな時だからこそ音楽、僕たちに音楽があってよかった。ステイホームの時期一番大切なのは笑顔になると思いますからね。はい、そんな時間増えるように、ガズレレも、毎日アップロード、いろんなタイプの曲をやっていこうと思います。皆さん楽しんでくださいね。はい、それではまた会いましょう。さようなら、バイバイ。